動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、今の状況からこの恋が実る可能性は、というテーマで、あなたのですね、今気になっているお相手の方との恋がですね、今の状況から実る可能性はどれぐらいあるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきたいと思います。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディング始めてまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのソーダライトというね、カードになっています。ちょっとね、顔があって怖いかもしれないですけれども、こちらが A になっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして真ん中 B のカードです。 B はですね、こちらのアンバー、琥珀ですね、というカードになっております。はい、こちらが B になります。はい、そして最後 C のカードですが、 C はこちらのですね、はい、ローズクォーツのカードになっております。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのソーダライトというカード、もしくはですね、A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですけれども、今の状況から あの人との恋が実る可能性はということでね、まあ、お相手の方との恋が今の状況から実る可能性がどれくらいあるかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方との、まあ、現状ですね、まあ、今の状況っていうのを見ていくのと、お相手の方のあなた様に対する本音をですね、見ていきたいと思います。そしてね、お相手の方との恋が、まあ、今の状況からですね、実っていく可能性がどれくらいなのか、そしてね、その可能性を引き上げるためにはどうしたらいいのかっていうところもですね、お伝えしていけたらなと思います。では早速ですね、リーディングを始めていきますが、まずはお相手の方との状況と、本音ですね、あなた様に対する本音っていうところをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカード、お相手の方のですね、お相手の方との状況を表すカードです。で、下のカードですけれども、こちらがですね、お相手の方のあなた様に対する本音をね、表すカードになっています。では早速見ていきましょう。ワンドの2というカードと、これはちょっと後ほど見ていきますね。
はい。はい。ソードのクイーン。あ、なるほどですね。はい。ではね、見ていくんですが、もともと、まあ、ハピネスっていうカードが出ているので、すごく幸せな時間というのを過ごせていたのかなと思うんですが、いつかね、またこれ後ほどお伝えしていくんですけども、なんかね、愛をね、与えるのと受け入れるっていうのが、受け取るっていうことがバランスよくできていたのが、いつしかね、与えるみたいになっちゃって、で、ちょっとこうぶつかることにもなってしまっていたのかなと思うんですね。うん。なのでね、ちょっとしたところをね、修正していけば、お相手の方との関係っていうのは、実っていくんじゃないかなと。まあ、特にお相手の方のその本音のところが、なんて言うんでしょうかね、もう、施しようがないっていうようなね、すごいこう、ひどい結果では全然ないので、うん。ちょっとこのあたりね、見ていきたいと思います。まず上のカードですね、お相手の方、とのですね、現状を表すカードになっているんですが、まずここですね、見ていきましょう。うん。唯一逆位置のカードですけれども、ソードのクイーンというカード、これ逆位置です。これですね、逆位置になりますと、まあ、孤独感とかですね、物事がうまくいかないような不安に駆られるとかですね、まあ、忍耐力が試されるっていうカードになるんですね。まあ、忍耐力が試されるとか、あとは、信念が揺らぐとかね、この人でもうこの人だっていうふうにこう決めていたのが、ちょっとこうこの人なのかなみたいなね、ちょっとこう揺らいでくるみたいな、そういうカードになるんですが、まあ、というね、なんかこう信念が揺らぐ理由として、先ほどちょっとお伝えしたまあ孤独感とかですね、なんかこの人とはもしかしたらうまくいかないんじゃないかっていう不安にね、まあ駆られているというか、まあ不安がこう出てきているみたいなね。でも恋ってそういうものだと思うんですね。その好きな人と一緒にいればいるほど、この人とを失いたくないっていう感情から、例えばいろんな不安が出てくると思うんですね。他の人となんかこう遊びに行かないでほしいとかね、なんかこう自分の連絡を返してくれなかったらもしかしたらみたいなね、いろんな不安が出てくると思うんだけれども、だからこれに関しても、もともとはね、愛を与える受け取るっていうことがうまくできていたところが、いつしかこう与えるみたいなね、なんかそういうバランスのこう崩れみたいなところがあって、ちょっとこうもしかしたらね、その不安によって今二人がちょっとこう距離を置いているみたいなね、状況だったんじゃないかなと思うんですが、もともとすごくね、相性のいい二人であるっていうことはこのカードで出ていて、ハピネスっていうカードが出ているんですね。幸せということで、まあお相手の方とすごく幸せなね、時間とか、まあ、時をこう過ごしていらっしゃったんじゃないかなと思うんですね。二頭のイルカが同じタイミングでジャンプして同じ方向を向いているっていうことでね。まあ、すごく息もぴったりだということであったり、まあ、同じ方向を見ているということで、まあ、方向性が合っていたり、価値観が似ていたり、なんかこう相性の良さとかをね、表すカードで、すごく一緒にいても居心地の良さとかを感じてですね。で、幸せを、まあ、享受というかね、こう感じ取ることができていたみたいなね。だから、本来はすごくね、お互いがお互いのことを安心したり、まあなんでしょうかね、こう信頼している時っていうのは、すごく幸せな関係が築けるぐらいの、まあすごい相性のいい二人でもあるんだけれども、ちょっとね、そこが不安によって、距離が空いてしまっているっていう状況なんじゃないかなと思うんですが、ただね、まあ距離が空いていたとしても、ですけれども、ここですね。見ていきます。ワンドの2というカードが、これ、正位置で出ております。このカードですけれども、正位置になりますと、まあ、理想を手にするために決断するとかですね、理想と現実のギャップを埋めるとか、まあ、新たなね、もう目標を設定するということで、まあ、この幸せだった時に掲げていた目標っていうのは、それぞれの人が別に失っていないっていうことなんですね。あなた様もその幸せだった時に、なんかこう描いていた目標ってあると思うんですね。お相手の方とこの先こうなっていけたらいいな、みたいなね。で、お相手の方もお相手の方で描いていらっしゃったわけです。幸せだった時にあなたとこうなっていけたらいいな、みたいな。それぞれがね、持っている目標っていうのは今もね、持ち続けているっていうことなので、なんて言うんでしょうかね。そのすごく深刻なね、状況っていうね、わけではないのかなと。ただ、不安によってこう、まあ、些細なことがすごく深刻に捉えてしまっているっていうのはあるかもしれません。し、まあ、ちょっとこう不安な様子を見てね、あなたがすごい不安がってる様子を見て、ちょっとお相手の方も、もしかしたらね、ちょっとこう今は一緒にいると大きな揉め事とか、なんかこう今は一緒にいれないということで距離を取っていらっしゃるのかもしれないですが、ここね、お相手の方の本音を見ていくと、まあ、似たようなカードが出ていて、
まずジャッジメントっていうカードは、これ審判っていうカードになるんですが、このカードにはですね、再生復活とかですね、あとは状況の好転っていうことを表すカードになります。だからですね、何か物事を再生させる審判を下そうと、まあ、審判を下すってちょっとあれですけれども、何かを再生したい、復活させたいという思いがあるわけですね。これがあなた様への本音のところで出ているっていうことは、あなた様との恋であったり関係というものを修復復活させていきたいと。これが逆位置だったらば、それをもう望んでいないってことになるんだけれども、正位置で出ているってことは、それを望み始めてきていたり、望む気持ちがもう出ているっていうことなんですね。加えてメディスンホイールっていうカードも、まあこれは、まあ回復の輪っていうカードになるんですけれども、だからここにも回復とかですね、修復とか癒しっていうことを表すカードになっていて、まあこのね、輪の中に入っているものがこう癒されていくみたいなね。で、この輪っていうのが、こういろんな角度からね、見ることで、まあここは蛇だし、ここはなんかこう、チーターみたいだし、こっちは鳥だし、なんかこっちは、ちょっとこう、なんていうの、ハチドリみたいだし、みたいな感じでね、物事をいろんなね、側面から見れば、ね、今こう、修復させたいものが実際に回復していくよっていうね。だから、一つの視点にこだわっていると、ね、なかなかこう、修復できるものが修復できないんだけども、いろんな角度からね、物事を見てみれば、ですね、まあ、修復できると。で、お相手の方もね、この回、再生復活したいっていうね、気持ちになられたのは、一方向しか見て、いなかった時はその感情にはなっていなかったのかもしれません。だけれども、あなたとの恋や関係をね、いろんな角度から見てみて、あ、やっぱり取り戻したいなっていうふうに思われたわけなので、だからあなた様自身にもそういったこう多方面からね、お相手の方との関係を見るっていうことは必要になってくるかもしれません。で、こちらのカードになりますが、フール、愚者というカードになっています。このカードもですね、現状をね、変える勇気が欲しいというね、意味のカードになっている通り、やはりお相手の方としては、今のあなた様との現状を変えたいわけですね。で、この変えたい現状っていうのは、おそらく、まあやっぱりここがね、ありました通り、すごくいい状況から悪い状況に変えたいじゃなくて、もちろんね、あまりちょっとこう気まずい雰囲気からこう良い状況に変えたいとか、ね、そっちの意味の現状だと思うんですが、やっぱり現状を変えるには勇気も必要ではあるのかなと思うので、まあその気持ちとしてはね、再生復活っていうのをしたいなというふうに思ってはいらっしゃるんだけれども、まだこの勇気が出なくて行動には、踏み切れていないっていうところあるのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりお相手の方のお気持ちとしてはね、もう一度あなたとやり直していくとか、関係を復活させるだとか、まあ、修復していくだとか、仲直りしていくとか、和解していくとか、もう一度最初からスタートしていくとかですね、なんかそういうお気持ちではあるんじゃないかなと思います。では、その状況からですね、実る確率、可能性がね、どれぐらいあるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。今の状況から恋が実る可能性はということで、あ、出ましたね。ここが出て、あ、I love you というのも出ているので、あのね、まあ、実る可能性は非常に高いと思います。まあ、100% がマックスと言いますと、まあ、80% 以上は全然あるのかなと思います。正しいっていうところが出ているので、見ていくんですが、ブロックアウトね、ブロックアウトディス、ディストラクションズっていうカードで、まあ、このカードね、まあ、ディストラクションズっていう、まあ、障害物みたいなことなんですけども、それがね、取り除かれていくというね、意味のカードになるんですが、まあ、これはね、先ほどもお伝えした通り、多方面からね、ちょっとこう、物事を見てしまってる、見ていくと取り除かれるのかな。どうしてもやっぱりこう、一つの、なんでしょうかね、偏った価値観であったり、物の見方であったりですね、一方的な、なんかこう、なんでしょうかね、こだわり続けているものとかね、ちょっと融通の効かなさみたいなところがあると、なかなかね、それがこう、妨げとなって、ですね、
先に進めないという状況があると思うんですが、その柔軟にね、まあ、いろんな角度から物事を見れるようになったり、一つの価値観だけにとらわれるんじゃなくて、いろんな価値観があるんだっていうね、まあ、そういったこう視野を広げるであったりだとかね、うん、そういったことができればっていうことで、障害物がなくなってね、今お相手の方とのね、間にあるその障害物みたいなものがこうなくなって、二人がまたね、こう友好的とかすごい良好なね、関係を築けるようになっていくと。うん。で、ここになんかこう、なんでしょうかね、ラッパみたいなね、楽器をこう吹いてるね、人がいますけども、これが始まりの合図になります。だから物事をですね、いろんな角度とかいろんな価値観、自分の価値観とか考えだけが正しいっていう風に、なんかそこに囚われてしまっていると、やっぱりね、恋がうまくいく流れが始まらないわけですね。でもそこから自分を解放させることができれば、この妨げとなっているものが取り除かれて、ニューバイタリティというのは新しい命が吹き込まれるっていうことで、お相手の方との恋に新しい命がまた吹き込まれて、すごい活気がね、取り戻されていくと。七色の音色が注がれている通り、すごくね、色鮮やかな恋にまたなっていく。これは実っている姿だと思うんですね。だから、物事をね、いろんな角度、まあ、柔軟に、まあ、一つのね、ものから囚われている自分を解放させる。例えば、ま、どうしてもマイナスなね、考え方、マイナス思考に囚われているんだったら、ちょっとずつやっぱそこから自分をね、解放させていかなくちゃいけないし、どうしても人を疑ってしまう。信じるっていうことよりも先に疑ってしまうっていうのがあれば、信じれる要素を見つけていくっていうことですね。どうしても疑う要素ばっかりを見つけてしまうと、その疑うっていうものから、抜け出せなくなるので、信じれる要素を見ていって、信じるっていうことを変えていくとかね。そういったことをしていけば、ニューバイ、まあ、だから新しい命が吹き込まれていくと。で、1っていうのが出ているので、比較的やっぱこう、ね、早い数字だと、まあ、比較的でも最初の数字なのでね。うん。だから、その、あなたがそういった変化を遂げると、ことができれば、例えば1週間以内にとかね、あとは1ヶ月以内に、ですね、お相手の方との関係がまたね、うん、活気を取り戻していくようになるのかなということで、まあ、これが実るということですね。で、加えて、I love you というカードも出ているんですね。These are powerful words っていうカードで、まあ、I love you、まあ、愛しているという言葉はすごくね、力のある言葉なんだよということで、まあ、そのお相手の方に対して愛しているっていう言葉を伝えるというのはね、今の状況から実らせていくっていうことに、すごく重要にはなります。でもね、これは LINE をしてしまっては、その効果を発揮しない。うん。だから、そのね、言葉の力を最大限、ね、引き出させるために、もちろんこの I love you っていうのはお相手の方に伝えていくべきなんだけれども、ね、障害物がある状況の中で伝えるのと、これがなくなった状況で伝えるのとでは、やっぱりこのね、効力っていうのは大きな差が出てきます。だからまずは、そのあなた様自身も多角的にね、多角的っていうちょっとややこしい表現かもしれないですけども、まあ一つの価値観にとらわれている状況から抜け出した後に、お相手の方に対して、まあ I love you じゃなくてもいいです。好きでもね、愛してるとか、会いたいとか、一緒にこれからもいたいとか、これはね、自分なりにアレンジしていただきたいんですが、とにかくと届ける愛の言葉が、ね、そのとらわれている自分が、こう解放された後に伝えれば、すごくそれがお相手の方に届いて、それこそ修復の流れにね、入っていくのかなということで、実るっていうことをね、すごくこう伝えてくれてるカードは2枚出ているので、だからこの可能性をより 100% に近づけていくためには、この障害物を取り除かなくちゃいけない。じゃあその障害物を取り除くにはここだということでね、まあ、出ておりましたので、まあ、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。そしてですね、最後こちらのカードでもあなたへの一言メッセージです。ソーダライトっていうね、まあ、パワーストーンのカードになります。このカードのね、意味としてはですね、自分の望みをはっきり伝えるということでね、まあ、あなた様のその望んでいることをこうね、伝えたくても伝えられないっていう方がいらっしゃるのであれば、このね、ソーダライトというパワーストーンはですね、その自分の望みをはっきり伝えて、そしてお相手の方に届ける力を貸してくれるパワーストーンにもなりますので、もしね、なんかこう自分の、表現力っていうところに、自信がなかったり、それこそお相手の方に対してはどこかね、自分の望みはあるんだけれども、遠慮して言えなくなってしまっているとかね、そういった方には特にね、おすすめになってくるのかなというふうに思いますので、もしね、そういったところに、まあ、お困りであればですね、このソーダライトというね、パワーストーンの力を借りてみるのもいいかもしれないので、参考にね、していただけますと幸いです。
はい、ということで、リーディングは以上となりますけれども、最後こちらについてお話ししていきます。今回は定期購入しているものは皆さん何かありますかということで、まあ定期購入といえばね、いろいろあるかと思うんですけれども、まあ定期購読とかもね、あると思いますし、なんでしょうかね、こうリアゴスティーニとかですね、なんかこうお水をね、まあよく飲む方だったらお水の定期購入とかね、あるかと思うんですけれども、まあ私の場合はですね、定期購入しているものはですね、まあプロテインと、あとは、化粧水ですね、をまあ定期購入しております。まあこれ無印のね、化粧水と導入液なんですけれども、まあそれは定期購入していますね。あと何かしてたかな、特にはパッと思いつかないので、多分それぐらいしかちょっとしていないんですけれども、皆さんの中でね、なんかこう定期購入していらっしゃるものっていうのはね、何かありますでしょうか。あったらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、A をねお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄の方に詳細記しておりますので、まずはねフォロワー1000人目指しているので、よかったらフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのアンバー琥珀というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、今の状況から恋が実る可能性はということでね、まあお相手の方との恋が今の状況から実る可能性がどれぐらいなのかっていうのを見ていきます。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の今の状況をね、まあ見ていくのと、お相手の方のあなた様に対する本音見ていきます。そしてですね、今の状況から恋が実る可能性がどれぐらいなのかっていうのと、それを引き上げるためにはどうしていくのが良いのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはお相手の方の状況と、お相手の方のあなた様に対するですね、本音からですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードがお相手の方の、お相手の方との今の状況を表しているカードで、下のカードがお相手の方のあなた様に対する本音を表しています。では早速見ていきます。はい、ではね、見ていくんですが、かつてはね、お相手の方はなんかこう、あなた様との恋っていうのは、なんかこう、無理っていうわけじゃないんですけど、あまりこう現実的に考えられなかったというところから、徐々にね、現実的に考えるようになってきたり、意識されるようになってきているんじゃないかなと思うんですね。実際にこのマジシャンというカードであったりだとか、なんかこうこれからの始まりとかをね、表すカードも出ているので、なのでね、ちょっとこのあたりそれぞれのカードを見ながらですね、お伝えしていきたいと思います。はい。
ではね、見ていくんですけれども、まずですね、こちらのカードからお二人のね今の状況ということを表すカードで、カップの7っていうカードがこれ逆位置で出ているんですね。これ正位置の時には一人の人はなんかこう地図みたいなのを見ていて、もう一人の人はなんかこう思いつきであっち行こうよみたいなね、でもそこここの状況からそこに行くのどうやって行くの、道ないのにどうやって行くのみたいな感じで、まあ非現実的な妄想ということであったり、まあいわば叶わぬ夢とかをね表すカードになるんですね。で、お相手の方がもし、まあ、あなた様はね、すごくお相手の方との恋を具体的にイメージできていたのかもしれないですが、お相手の方の中でどこかこう、あなた様とその恋をする関係になるっていうのが、あまりこう、現実的にね、考えられなかった時代があったのかもしれません。けれども、そこからこれ逆位置になると、なんかこう、道筋が見えてくるというか、まあ、お相手の方もあなた様のことを、例えば異性として意識するようになったりだとか、今まではなんかこう、恋っていうものを考えられなかったのが、あれ、恋をしていくのもいいかも、みたいな、なんかそういうね、まあ脈なしとまでは言えないですけども、なんかそこからこう脈ありであってこう意識をするようにねなってきたんじゃないかなということで、このねプレジャーっていうカードは楽しさっていうことを表すカードで、なんかこう以前とは違ったね、なんかこう楽しさを感じるようになってきていらっしゃるんですね、お相手の方。まあ楽しさとか、まあその楽しさっていうのもいろいろあると思うんですね。すごくこうワイワイした感じも楽しさだと思いますし、なんかこうくつろげるみたいなね。まあそういったこう楽しさであったりだとか、まあそういうね、なんかこうものを感じられるようになってきているというのが出ていたりだとか、こちらですね、ソードの10というカードがこれ、逆位置なんですけども、これがね、正位置だったらば、それこそ先ほどのカップの7のね、正位置に近いわけなんですけれども、まあ試練とか逆境とかですね、まああとは絶望的な状況ということを表すカードで、何かこう、まあ現実的にね、あなた様との恋を考えられなかった時というのは、なんかその先に待っているですね、あなた様と恋を始めた、その先に待っているなんか試練とか逆境みたいなものを考えてしまって、あまり具体的に恋をね、考えることができなかったのかもしれないですが、これがね、逆位置になりますと、まあそういったね、なんかこう、囚われていたものですね。なんか試練が起こると逆境になっていくとか、なんかそういう考えがだんだんこの楽しさによって感じなくなってきたことで、お相手の方もだんだんね、あなた様との恋を意識するようになったり、あなた様のことがこう気になるようになってきたみたいなね。そういった、まあお気持ち、まあお気持ちというかね、なんかこう、意識の改革みたいなものが、起こり始めてきているんじゃないかというのが出ております。で、お相手の方のね、本音としてもですね、どうなのかっていうことなんですが、まずここですね、見ていきます。はい。ワンドの10というカードが出ました。このカードとしてはですね、まあ何かこう、半ばで諦めない強い意志。ね、中途半端なところで諦めないという強い意志ということであったりだとか、目標の達成ということを表すカードになります。だから、具体的に考えられなかったところから、お相手の方の中では、あなたとね、例えば添い遂げていこうとかね、最後まで関係はやり通していこうみたいな、なんかそういう意志がね、少しずつこう固まってきてはいるのかなということですね。まあそれが見受けられるのと、マジシャンというカードも出ておりまして、これ魔術師というカードですね。まあこのカードの意味としても、まあスタートを切る、まあスタートを迎えるとか、スタートを切るとかですね、あとは、やる気に満ち溢れた状態っていうことを表すカードでもあるので、だんだんですね、お相手の方としてはあなた様との恋、まあ恋愛に対するモチベーションが、まあ密かに上がっている。まああなた様の方からそうは見受けられなかったとしても、実は心の中では上がってきているというですね、まあそういったカードが出ております。で、あとはね、ここのカードなんですけども、これ予言者っていうカードが出ているんですね。何か予言を受けたのかもしれません。お相手の方の中で。まあ、それこそお相手の方がね、まあ、お相手の方もその結構占いとかが好きなんだとするならば、もしかしたらあなた様との相性をね、実は占っていてどうですかねみたいな感じでね。で、その人との相性はいいでしょうとかね、その人とこれからあなたはね、添い遂げていきますよみたいな、なんかそういう助言とか予言を受けたりだとか、あるいはそういったこう予言者っていうだけじゃなくても、例えば周りのね、にいる、なんかこう信頼を、のおける人には相談をしていて、どうかなっていうね、
この人と一緒にいたらどうかなとか、付き合ってみたらどうだと思うみたいな時に、あ、いいんじゃないっていうことでやったりね、いいと思うよみたいな、そういうこうアドバイスとかね、後押しを受けたっていうところもあって、なんかだん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 ですね、あなた様のことを、そういったこう対象として、恋愛の対象としてこう見るようになってこられて、なんかこう接し方であったり、態度であったり、なんかこう気持ちとか見え方とか印象とかがですね、こう変わってきていたんじゃないかなというふうに思います。はい。ではですね、まあ今の状況の中で、まあ恋が実る可能性っていうのが、まあどれぐらいあるのかっていうことですね、見ていきましょう。はい。ではですね、見ていきたいと思いますが、今の状況から恋が実る可能性はどれぐらいなのかっていうカードです。うん。はい、ではですね、見ていくんですが、うん。そうですね。まあ、非常に高いのかなと思いますが、うん。ではね、ちょっと見ていくんですが、そうですね、可能性 100% だとするとね、まあ本当に高くて、まあ本当に85とか90ぐらい、カードのね、内容的にはあるのかなと思いますが、ちょっと見ていきたいと思います。まずここですね、ポジティブ、フェイス&オプティミズムっていうカードで、まあこれはね、ポジティブさとか、まあ信念とか楽観主義っていうカードで、まあだからこのポジティブに捉えていく必要があるということなんですね。まあお相手の方との間に起こった出来事、これ様々なことがあったと思います。でもそのことを前向きに捉えることができれば恋は実っていくっていうカードが出ているんですね。逆に言うと、例えば、仮に嬉しいことがあったとしても、それをどうしてもマイナスに捉えてしまうと、今お伝えしたような確率ではガグンと下がってしまいます。例えば、なんだろうかな。お相手の方と会えたっていうこの一つの事実をどう捉えるか、前向きにね、考えるとするならば、ね、忙しい中でも時間を作ってくれて会ってくれた、それぐらいね、自分のことを思ってくれているというふうに捉えるか、ね、なんかそのとりあえず会っておけば、ですね、なんかこう許してもらえるだろうというね、なんかこう、いつも連絡を返さない口実としてね、この間会ったんだからいいだろうみたいなことに、思って、なんかなんとなしにこう会っているんじゃないかみたいな、極端に言えばね、なんかそういうマイナスに捉えるかによってね、一つの出来事でさえも、うん、そこの違いで確率っていうのは大きく変わっていくっていうのがあって、前者のね、ポジティブであったり楽観的に考えることができれば、テイクザリードっていうカードはね、これリードするっていうカードなんですが、恋がどんどん進んでいくと。ね、この手の上にある炎っていうのが燃え上がっていますけれども、これはね、情熱の炎になっていて、この炎が二人のね、恋を加速させていくんですね。まあ、なんて言うんでしょうか、こう、機関車のなんかこう、炎みたいなイメージだと思っていただけたらなと思うんですけれども、まあ、この炎が燃え上がっていて、恋がどんどん進んでいくと。で、この3っていうカードは、数字がですね、表しているのは、このね、ここから3ヶ月において、すごくね、だから前向きに捉えるかネガティブに捉えるかによって、その速度ですね、3ヶ月後の差っていうのはものすごく開いていると思います。だからここですね、うん、ポジティブに、そして信念を持って楽観的にね、どんな物事も捉えていくっていうことがすごく大事だよっていうね、うん、まあそういったカードが出ているのは、ここができれば非常に高い確率で実ってはいくと思います。特にこの3ヶ月間において、で、ここですね。Act as if your partner is here ということで、まあ、パートナーがまるでそこに
自分のそばにいるかのように振る舞うっていうことで、今はね、その自分のそばにパートナーがいなかったとしても、なんかこう、あなたの中での想像であったり、妄想であったり、頭の中では自分のそばにいるっていうふうにね、まあ、思い描いて、それをこう思い描きながら日々を過ごすべきだっていうカードなんですけども、実際にそれが頭の中であったり妄想であったり想像の中だけじゃなくて、現実世界においてもですね、そばにいてくれるようになるっていうカードなんですね、うん、だからまあそういった意味でもですね、まあやっぱりこう物事をいかにね、どう捉えていくかっていうことがすごく大事になってくるとね。お相手の方が見せてくれているね、態度であったり言動であったり、素振りであったり、接し方であったりですね、うん、だから一つ一つの出来事のなんかこう裏を読もう裏を読もうとしてしまうと、かえってね、この実っていくのも実らなくなってしまうと思います。だからいい意味でまあちょっとこう、まあ、鈍感になるっていうわけではないですけれども、なんかこう裏を読もうとしすぎると、せっかく大事なメッセージっていうのが受け取れなかったりすると思うので、まあ受け取れなかったり、どうしても裏を読もうとしてしまうと、ネガティブな方向に読んでしまうっていうのがあると思うので、だからそういったことはあまりせずにですね、ポジティブに、ですね、まあ楽観的に物事を捉えていけ、受け取っていくということですね。そこをしていけば恋っていうのは実っていくのかなと思いますので、参考にしていただければ幸いです。はい。そしてこちらのカードです。アンバー琥珀っていうカードでもですね、あなた様への一言メッセージとしてお届けしていくんですが、このカードがですね、表している意味としては、過去の学びから得た知恵っていうカードになっていて、あなた様もそれこそお相手の今のね、お相手の方との関係における過去でもそうだし、それ以前のね状況においても、まあいろんな経験をされてきたと思います。で、そのいろいろ経験されてきたことっていうのは、あなたの中で学びというね、まあ知恵という形で財産のようにね、こう残ってるんですね。でもそれを使わなければ、やっぱり一向に自分は先に進んでいかないし、成長もしないわけですね。だから今こそ過去から得た学び、過去からの学びで得た知恵っていうものを使っていくべき時期なんだっていうことなんですね。今の恋において。それを使っていけば、ね、恋は実っていくっていうことになります。逆に言うと、また同じことをしてしまった。過去にも同じことを引き起こして、今の恋にもまた引き起こしてしまった。ってなると、せっかくもあなた様としては恋が実っていて、すごく充実した生活を送っている人なのに、それを取り逃してしまうっていうことになりますから、だからこそね、まあちょっとこう過去と同じような失敗であったり、同じようなものにこうつまずいてしまわないようにね、もしそういったことがどうしてもしてしまう方は、そのね、過去のところからこう抜け出せないの、このループから抜け出せないのを、こう抜け出すっていうところを手伝ってくれるのが、このね、アンバー、琥珀っていうものになりますので、もしそういったところにね、まあ困っている人はですね、この琥珀っていうものを、何かこう身につけてみたりね、まあ持ってみたりすると、良い方向にね、導いてくれるっていうこともあるかと思いますので、よかったら参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はですね、皆さんが定期購入しているものは何ですかということでね、まあ定期購入、定期購読とかもね、いろいろあると思うんですけれども、なんかこう、ディアゴスティーニとかね、まああとはお水をね、まあ定期購入されている方とかもいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、私の中でですね、定期購入しているものは、一つは、まあ、プロテインですね、あとはですね、化粧水ですね。化粧水と導入液ですけれども、まあこれ無印のやつなんですけどもね。まあこれは定期購入してますね。まああとは、ちょっとパッと思いつかないので、まあそれ以外にはないんですが、皆さんがですね、何かこう定期購入とかね、していらっしゃるものは何でしょうか。よかったらですね、コメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、ですね、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。
はい。その他ですね、現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりまして、まずはフォロワー1000人目指していますので、よかったらフォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのローズコーツというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、今の状況からこの恋が実る可能性はということでね、お相手の方の恋が今の状況から実る可能性どれぐらいなのか見ていきます。それに際しまして、まずはですね、お相手の方との今の状況とお相手の方のあなた様に対する本音を見ていきます。そして今の状況から恋が実る可能性はどれぐらいなのかということと、そこからですね、よりこう引き上げていくためにはどうすればいいのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の今の状況、お相手の方との今の状況と、お相手の方のあなた様に対する本音から見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードがお相手の方の、お相手の方との今の状況を表すカード。そして下のカードがですね、こちらがお相手の方のあなた様に対する本音です。では早速見ていくと。はい、ではね、見ていくんですが、お相手の方との関係を成り立たせていくためには、自由というものが鍵となってくるんじゃないかというのが出ております。なのでね、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードからです。お相手の方との今の状況を表すカードになるんですが、そうですね、まずは、まあ、結構ね、共通したメッセージを持つカードが揃ったなという印象で、フリーダムっていうカードが出ております。これ自由ということなんですけれども、まあこの自由にね、空を羽ばたく鳥が描かれていてですね、もともとこの鳥というのは、例えばまあ鳥かごみたいなところにね、まあ閉じ込められていて、そこからようやく解放されてね、こう広々とこう自由にね、空を飛び立っているというようなね、背景があるわけなんですけれども、まあそういった形でね、こう自由に過ごせていた方が、何か物事がうまくいくと、逆に言うと、その物事がうまくいくためには、ある程度のその自由ですね、許容というものが必要になってくる、ということですね。だから、自由を奪えば奪うほど、物事はうまくいかなくなるっていうことを伝えるカードでもあるんですね。だから、お相手の方との関係において、この自由、まあ、現在の状況ということで、まあ、自由っていうのが出たっていうことは、もしかしたらちょっとこうね、自由というものを奪ってしまっていたとするならば、お相手の方との関係というのはうまくいかなくなっていたのかもしれません。例えば、お相手の方が自由に過ごす時間を、なくしていたりだとか、ね、限られた自由な時間を自分に当ててほしいというふうにね、伝えてしまっていたりだとか、その選択をお相手の方ではなく、お相手の方に委ねていなかったとかね。だからもし今ね、お相手の方との関係がこれうまくいっていらっしゃる方は、ちゃんとですね、お互いに自由を認め合っているので、そこがあるからうまくいっているんだと思います。もちろんお互いの気持ちがあるからでもあると思うんですけどね。
で、もしうまくいっていないなっていうふうに感じていらっしゃる方は、この自由という部分をね、ある程度こう与えていく方が、やっぱ物事がうまくいくよっていうことを伝えてくれているので、そこが一つ鍵になってくるかもしれないし、で、ここもそうで、カップのキングっていうのは、寛容寛大っていうカードで、これ海の中にいるですね、このキングが描かれているわけなんですけれども、海っていうのは、この広い海ですね。広い海というのは、この心の広さを表しているので、寛容とか寛大っていうことを表すカードになります。だから、寛容さ、寛大さっていうものも、持つ必要があると。お相手の方との声を成り立たせていくためにはね。そういった広い心があることで、自由を、まあ、お互いに与えることができ、それがね、恋愛とか関係をうまく進めるんだっていうことを伝えてくれていることになります。で、このカードもそうで、ソードのページっていうカードが、これも聖地で出ているんですけれども、このカードは人間関係における発展ということを表すカードでもあると同時に、広い視野っていうことを表すカードになっています。だから、広い視野を持つことが物事がうまくいくようになったり、朗報が訪れるようになるっていうことで、やっぱり、こういったね、共通するメッセージが3枚も出たっていうことは、そのお相手の方のその自由、というものですね。自由な一人の時間の過ごし方とかですね。なんかそういった自由をあなた様がちょっとこう奪おうとしていたり、干渉しようとしてしまっていたんじゃないかなというふうにも思うんですね。これだけ出たってことは。だからもうそこが原因なだけで、そこをね、ちゃんとこう自由な時間っていうのを、何でしょうかね、まあ一人の時間とか自由に過ごさせてあげれば、お相手の方との関係はうまくいくだろうし、そこがやっぱりすごく気になっていらっしゃるっていうのが出ているんですね、本音のところでも。なので、まあちょっとこのあたりね、下のカードを見ながらお伝えしていくんですが、まずですね、こちらのカードになっていて、このカードですね、ワンドの5っていうカードが出ております。で、このカードは対立とかね、衝突っていうことを表すカード。今にもね、こう対立、なんかこう、戦に出かけようとしている人がいてですね、その物々しい雰囲気に動物たちが逃げているっていうことで、すごくなんかこう、ぶつかっていたりですね、何かこう、腹を立てているっていうところではないんだけども、この対立の感情が生まれてしまっているとかですね。あとは、ま、このカードの意味の中にも、やっぱ信用っていうことを表すカードになっているので、だからやっぱりこう、自由を奪われるっていうことは、それだけ自分が信用されていないっていうふうに感じていらっしゃっていて、それによって、あなた様とこう、対立する、ですね、感情がちょっと生まれてしまっていると。だからやっぱこう自由を与えるイコールそれが信用になってくるのかなと、お相手の方にとってはね。だからそういった意味でも関係を構築していくためには自由というものがすごく大事になってくるのかなということと、まああとはですね、まあこちらのカードになりますが、ペンタクルの9というカード、これ逆位置です。これも正位置だったらば、実りの教授ということで何かをこう実らせていきたいっていう気持ちになるんだけれども、逆位置になると、なんかこう実らせていくっていうね、気持ちがなかなかこう前向きになれなかったりだとか、なんかこう今の状況の中で無理やりね、関係を進めようとしても失敗するっていうカードになっているので、やっぱこう自由とか信用をされていない状況の中で関係は進めようとは思っていない。っていうことですね。逆に言うと、ちゃんと信用、まあ、自由を与えてくれるってことは自分に対しての信用だっていうふうに捉える方だと思いますから、そこを与えてくれるんだったら関係を実らせていこうとは思っていらっしゃる。っていうことですね。で、この蛇っていうカードも、この蛇というのは、古くなった皮を脱ぎ捨てて、脱皮して新しい姿にね、生まれ変わる通り、あなた様に何かこう、生まれ変わってほしいと、このね、脱皮しているというのは、なんかこう、ずーっとね、古くからあるですね、考え方とか価値観とかトラウマとか偏見とか、なんか不安とかね、そういったものを自分との関係においては脱ぎ捨ててほしいっていうふうに思っていらっしゃる。っていうのが出ているんですね。だから、いつまで過去を引きずっているんだとかね、いつまで過去に囚われているんだみたいなね。なんかそういうところもちょっとやっぱこう気にはしていらっしゃるし、やっぱそこは脱ぎ捨てられないまま関係を進めたとしても、どうせ失敗するだろうから先に進めないようにしておこうみたいなね。なんかそういう本音っていうのも出てきてはいるので、やっぱこう自由を与えるっていうことが信用につながることでもあって、それがね、まあ、すごく今後関係が実るかどうかの、まあ、キーポイントになってくるんじゃないかなと思うんですが、ではね、今の状況から恋が実る可能性がどれぐらいなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。今の状況から恋が実る可能性です。ではですね、見ていくんですが、まあ実る可能性としてはあるんだけれども、やっぱり今のままですね、今のまま何もしなかったらちょっとやっぱ実る可能性っていうのはあまり高くはないのかなと思いますけれども、だから変えていけばいいだけです、それに関してはね。なのでちょっとお伝えしていくんですが、そうですね、この2つに分かれるかなというところなんですが、まずここになります。 Do the work っていうカードで、まあやるべきことをするっていうカードになっています。自分のやるべきことですね、だから自分の役割とか自分の、やらなくてはいけないことをやればいいっていうことですね。相手のことまでやる必要はないし、相手のことまで気にする必要はなくて、まずは自分のことをしっかりとやり通すとかね、やりきるとかですね、自分の、まあこれね、なんかこう楽器を弾いてね、こうくつろいでる時間がある通り、やっぱこう自分一人の時間っていうのも充実させていく必要があるわけなんですね。もしかするとあなた様というのはお相手の方と一緒に過ごす時間をね、充実させたいし、一人の時間があるくらいなんだったらばその時間を一緒に過ごしたいと思っていらっしゃるかもしれないですが、実はそうじゃなくて、この二人のね、時間を充実させていくためには、まずあなた様が一人の時間、一人で過ごす時間を自分一人で充実させていかなくちゃいけないわけですね。じゃないと、いつ何時もお相手の方と一緒みたいなことになると、それがやっぱこう依存みたいに、ね、なってしまっていて、そうなるとお相手の方ともあなたと一緒にいると、なんかこう重たいなとかですね、純粋に楽しめなくなってしまうわけですね。でも、一人の時間を自分一人でこう楽しむことができるっていうのは、いわば自立できているっていう状況なので、それがね、できるようになっていれば恋は実っていくっていうことで、実際にこのブロッサムっていうカードは、これ花開くっていうことで、まあいわばこう実った状態ですね。そこができれば実るようにはなっていくよっていうカードになっています。逆に言うと、ここ自分一人の時間を自分一人で楽しめる、いわば自立できなければこの花は開かないっていうことになります。極端なこと言うとね。だから今後においてね、恋を実らせていくためには、いかにね、あなた様が自分一人でも、例えば今の生活であったり人生であったりに楽しさを見出せることができるか、楽しく感じることができるか、充実させられるか、それが自立につながります。自立したあなただったらば、お相手の方との恋は実らせられるっていうことになりますが、まあここでちょっとこう自由みたいなものが3枚出ていたってことは、まだちょっとこう、自立できていないというとちょっと失礼な言い方になるかもしれないですが、ちょっとこう依存気味になっていたのかもしれませんので、自分のね、時間をこう楽しめるようになっていけば、ね、今の状況では正直ね、実る可能性、まだこの自立していないと仮定するならばね、仮定するならば、実る可能性というのは本当に、あまり高くないということなので、まあ、40% ぐらいになってくると思います。それぐらいちょっと下げてしまっているんですね。自立していないだけで。でも、それが、ね、自立できるようになれば実っていくっていうカードも出ているし、ミラクルズ&ブレッシングスっていうカードで、奇跡と、まあ、いわば祝福が訪れるわけですね。だから本当に自立が鍵っていうことになります。ここまで来るとね、あなたが今のね、お相手の方との恋に奇跡ね、であったり祝福を受け取りたいのであれば、Do the work、 本当に Do the work ですね。自分の時間をいかにね、お相手の方とではなく、もちろんお相手の方と過ごす時間を充実させていくのも大事なんだけれども、その前にまず自分一人で自分の時間を楽しめるかっていうことなんですね。だから、なんかポーンとね、こう休みができて一人で過ごさなくちゃいけなくなった時に、例えばついついお相手の方に、まあやっぱり一緒にいたいから連絡をバーってしちゃったりですね。一人で過ごすの寂しいが、かまってみたいなことをしていると、実る確率っていうのがどんどんこう下がってしまうわけですね。だけれども、それをね、こう、例えば楽しむことができて、今日はこんなとこに行ってきて、こういうことをしたんだよ、みたいなことを送れば、あ、自分で自分の時間楽しめているな、自立できているなっていう風になれば、お相手の方の中でも、あなた様との恋をね、実らせていこうという気持ちが芽生えて、あなた様が、
奇跡とか祝福を受け取れるようになっていくっていうことですので、今の状況からの確率を引き上げるためにはもうここが本当にね大事だっていうことが出ておりますので、参考にねしていただけますと幸いです。はい、そしてこちらのカードでも最後あなたにですね、一言メッセージということでお届けしていきます。ローズクォーツというカード、まあパワーストーンのカードです。このカードにはですね、自己愛、自分を愛するという意味ですね、自己愛っていうことであったり、自分の価値が十分であることっていうのをね、まあ、あとはふさわしいというね、ふさわしくあることっていうねカードでもあるんですけれども、まあ、いわば自分のことをね愛するっていうことをすごく手伝ってくれる、力を貸してくれるパワーストーンになります。で、もしかするとそのお相手の方に対して自由を与えられなかったり、どうしても一人の時間っていうものを、なんかこう一人で過ごすってことができないっていうところの本当のこの背景のところには、なんかこう自分のこと今一つ好きになれなかったり、自分のことを愛せなかったりして、自分に自信がないから自由を与えられないというところももしかしたらあったのかもしれません。ここまでメッセージが出てきているってなるとね、だからそういった意味であなた様が自分のことをね愛することができて、自立できて、恋をね、花咲かせていくためにも今ねこのローズクォーツっていうものがすごく力をね、こう発揮してくれると言いましょうか、こう貸してくれるっていうこともあるんじゃないかなと思いますので、もしちょそういったねちょっとこうまだ自信が持てないやというところであったり、なんかこう自分の好きなところというよりかはなんかこう嫌なところばっかりにねこう目が向いてしまっているっていうのであれば、ちょっとこうやっぱこう自己愛にね、ちょっとこう、なんでしょうかね、自己愛が できていないというところだと思いますから、なのでね、まあそういった意味でもこのローズクォーツっていうものをまあ身につけてみると、まずはこう自分に対する意識が変わってですね、恋の状況っていうのもこう開けていくようになるのかなと思いますので、よかったらね参考にしていただければ幸いです。はい、ということで、ですねリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、定期購入しているものは皆さん何かありますかということでね、まあ、定期購入、定期購読とかもありますけれども、例えばディアゴスティーニとかですね、まあ、お水のねこう定期購入されている方とかもいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、私の中でですね定期購入しているものはですね、まあ、プロテインと、あとはまあ化粧水導入液ですね、まあ、これ無印のものなんですけれども、それはね定期購入しています。まあ、あとはねパッとねちょっとこう思いつかないので、まあ、定期購入しているとすればそれぐらいなんですけども、皆さんはですね定期購入しているもの何かありますでしょうか。あったらですねコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、C をですねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在、ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しているので、よかったらですねこちらも概要欄に詳細記しておりまして、今ねフォロワー1000人目指していますので、よかったらですね、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。